久々のダビスタシリーズは、すべての国内種牡馬から1頭ずつ生産して、どの種牡馬の産区が強いのかというのんびり企画。産ませたら基本的にお任せで、ピークの時期が来たらブリーダーズカップ登録、さらに稼ぐ馬にも着目しようと思っております。繁殖牝馬はスピードが70点くらいの馬を3頭選び、見つかれば購入して順番に種付けしていきます。使用しているゲームはダービースタリオン99。主な理由はこんな感じです。今現在起きてほしいことは、すごい馬が安い種牡馬から出てくること。かなり稼いでくれて強い、そんな馬を探しています。種牡馬ごとに平均でどのくらい稼いでいるのかがわかるアーニングインデックスですが、今のところサンデーサイレンス3区と同じくらいの馬はポコポコ出てきているところです。これを大きく超えてほしいんですよね。まずは琴の麻吹、実績も安定もしいですが、ロイヤルチャージャーがクロスしまくっているという配合で種付けしました。スピードやスタミナの能力コメントですが、全く何もないという珍しい外れタイプ、何にもなさすぎてびっくりするレベルでした。まあ外れということで、この馬はささっと進ませます。22戦6勝という成績で G3 を1つ買っていましたが、はっきり言って走らないレベルです。1億6000万ほど稼いでいましたが、全てカットしたくなるくらいのレベルだったので、動画の最初からほぼカットということになっております。アーニングインデックスはリード保有の 1.72 が最高。6億円ほど稼いだサンデーサイレンス付近の馬がかなり多く、出会いたいのはかなり能力が爆発している馬ですが、その望みを叶える能力を持つ馬が次に現れます。オクトヘリオス、ターントウやロイヤルチャージャーのクロスがあるけど、そこまで良い馬が出てくる確率は高くないであろう能力でしたが、スピードスタミナ丈夫のコメントを確認、早熟だったら全然まだ外れのレベルなんですが、成長タイプがかなり期待できそうな匂いが漂っていました。6月2週に入級 OK ということが判明。それでもまだそこまでの期待をしておらず、新馬戦も特に印が濃かったわけではないし、普通より遅めだからそんなに走らないだろうなんて思っていたら、G24 歳牝馬特別で空気が変わります。このタイプですでに一番印が濃い目という、これにしっかり勝利。まだ能力が全然完成していないで、これは期待しかない。この勢いで G1 へ。さすがに印は薄めだった。初 G1 挑戦。ちょっと実力的にはまぐれに近いですが、これに勝利。この馬は期待できるかも。能力が本格化するのは5歳くらいだと思うのに、すでに G1 勝利。この勢いは本物なのだろうか。それを証明するのは、その後すぐに出走した安田記念で分かってしまいます。フラワーパークの次に能力があるような印のつき方。このつき方はスピードがまだそこまで下がっていないけど、スタミナはフラワーパークよりある、そんな感じです。
結果は4馬身差の圧勝。これは普通に強い馬だ。最強クラスとは言えないけど、その下のレベルにはなれるかもしれないくらいの。その後は勝ったり負けたりを繰り返しながら力をつけていたボクトフェリオス。次の年の安田記念にも出走しますが、マイルの強敵たちからの印をしっかり取っていました。安田記念連覇で G1 3勝目、初めての殿堂入りの馬が誕生します。5歳の上半期までの成績は15戦8勝。まだ1年以上やれるので、これは期待しかない。その期待通り G1 でも力を存分に発揮し始めたボクトフェリオス。大差で勝利した天皇賞秋、さらにはジャパンカップ最高クラスの馬が揃っていたこのレースを1番人気で戦いました。ここまでですでにこのシリーズ最強馬になっていますが、その力をさらにこのレースで証明してしまいます。いや、これは普通に強いと思います。お任せ調教で最後の直線を最高レベルで大きな差をつけて勝つんだから。ちなみにブリーダーズカップ登録は安田記念の後くらい、どのあたりが良いか迷ったんですけどね、衰えてからでは遅いのでここにしました。そして最終成績は29戦14勝、 G1 馬6勝もしていました。今回のシリーズ文句なしで最強ですね。中距離で勝てているのでスタミナもしっかりある。ブリーダーズカップで対決したらこの馬が多分一番ぽいでしょう。最強馬レベルからは遠いと思いますが、ちゃんとした良い馬です。稼いだ金額は12億近く、これまでの2倍近く稼ぎました。こんな馬が今後出てくるのかなっていうくらいいい馬です。アーニングインデックスも大きな変化があり、オクトフェリオスが倍近い数値を叩き出しました。ダントツの 2.72。 全然走らない馬が出てきたら3点台になるかもしれません。やっぱり強い馬を作るっていいですね。また強い馬を作りたくなってきちゃいました。ということで今回はここで終了します。ご視聴ありがとうございました。